さあでは9番目の NPC はエージェントピーリー。ニャッスルに続いてね、エージェントピーリーもチャプター2シーズン2のマイダス率いるスパイ組織のメンバーなんで、なんかスパイ組織のメンバーが集まってますね。もしかしてマイダスのあの腕を取り戻そうとしてるのか。あ、ちなみにね、エージェントピーリーはちょっとね、クエストで一つ目の会話を聞きそびれたので、サブアカでちゃんと聞いてきております。さあこれがサブアカでの映像ですね。はい、エージェントピーリーの最初の会話。エージェントピーリーはバナナと計算機能付き腕時計を使ってガジェットを作っている。え、ガジェット、まあなんかガジェットっていうのは装置みたいなもんですね。だからバナナと計算機能付き腕時計を使ってガジェット、何を作ってんだ。バナナと計算機能付き腕時計って 何その有機物と無機物をなんか組み合わせられるのか。意外と頭いいっていうかすごいな、ピーリー。さあで、さっき今のがね、最初の会話でした。では通常会話いきます。エージェントピーリーは君の体を調べ、武器や盗聴器がないかを確認している。お、用心深いな。お前なんかちょっとバカキャラみたいな感じ。ちょっとごめんなさいね、申し訳ない。エージェントピーリー好きな人いたら申し訳ないけど、なんかおバカキャラ、ジョンジーとおバカキャラ2人組みたいな感じだったけど、結構真面目に武器とか盗聴器がないか確認してるんだね。まあ、このエージェントピーリーはね、スナップショットクエストでもかなり意味深なことを言ってましたので、スナップショットクエストの解説動画はね、ちょっとまた明日明後日ぐらいには、1日2日ぐらいで出そうと思いますので、ごめんなさいね、それも待っててくださいね。あ、でもニャッスリーに続いてエージェントピーリーが出てるのはやっぱり何かしら、マイダス関連のストーリーも動き出そうとしているのかもしれません。ではピーリーの説明。彼の化けの皮が剥がれる時、彼の名前エージェントピーリー、彼のコードネームバナナ、彼の任務、それについては彼が後で教えてくれるはずだ。いや待てよ、今のなし、それは機密事項なんだ。だからその気にしないでくれたまえ。これ誰が喋ってんの。他の NPC の説明、単なる説明と違って、これなんかピーリーのことをよく知る人物がピーリーについて話してるような感じになってますね。一体これ誰が話してるんだろうね。なんかゴーストのあの女性アナウンサーなのか、まあ、それともピーリーの知り合いのマイダスとかジョンジーなのか、誰なんでしょうかね。この説明誰がしてるのかめちゃめちゃ気になるところです。では10番目の NPC はフロストアサシン。ブルータルバスティオンのね、下のこのちっちゃい砦の中にいます。このね、フロストアサシンさんもちょっとね、スナップショットクエストで最初の会話聞けなくなっちゃったので、サブアカの動画を用意しております。ちょっと待ってくださいね。あ、これです。はい、ではサブアカの動画ですね。最初の会話。はーい、会えてとっても嬉しいわ。頼むから逃げないで。めっちゃ明るくはーいって話しかけて、頼むから逃げないで。どうやらね、このフロストアサシンさんはあのスナップショットクエストによると、フロストアサシン、アサシンっていうのは殺し屋みたいな意味があるので、自分の名前にね、殺し屋みたいなのがついてることになんかちょっと悲しんでるみたいです。本当は私優しいのに、アサシンっていう名前がついてるからみんなが逃げていっちゃうわみたいなことを言ってました。 OK、 では通常会話行きましょう。自分がアサシンってことは分かってるけど、私は友達を探してる。とってもいい人でもあるの。そうですね、アサシン殺し屋なんだけど、仲いい友達が欲しいみたいです。ただね、アサシン殺し屋だからなかなかね、友達ができなくて困ってるみたいなので、皆さんフロストアサシンとお友達になってあげてください。じゃあ NPC の説明ですね。冷静沈着にね、フロストアサシンは冷淡で冷血だと言われているが、彼女の心は晴れた日のように暖かく、その2倍も素敵だ。自らの評判が白氷を踏むような状態にある中、彼女はただ新しい友達に冷たくされたくないとだけ願うのだった。かわいそうだな。フロストアサシン結構優しそうないいやつなのに、友達できなくてかわいそうだな。なんかなかなか面白いキャラクターですね。皆さん友達になってあげてください。それでは11番目の NPC はダイヤモンドディーバですね。チャプター4の初めの頃いた NPC ですけど、また現れたみたいです。はい、メガシティの左下この辺にいますね。はい、メガシティのガソリンスタンドの中にいらっしゃいます。さあ、ダイヤモンドディーバさん、この人ね、結構ダイヤモンド、宝石が大好きなキャラだったんですけど、なんというのかな、ハローダーリン、私に会えて嬉しいでしょ。なんだなんだこの慣れ慣れしい態度は。じゃあ通常会話行きましょう。さっさと本題に入りましょう。ダーリン、用事があるのよ。なんだなんだ、用事がある。まあダイヤモンドの強奪関係なのかな。じゃあちょっと NPC の説明見てみましょう。人工ダイヤモンドは受け付けない。ダイヤモンドディーバは強奪のエキスパートという新たなキャリアを、贅沢なライフスタイルを維持するためだけではなく、転職として受け入れようとしている。なんたってダイヤモンドは重圧によって生まれるものなのだから。そして彼女
ちは輝きを放つ準備が万全だ。お、最初はね、なんかダイヤモンドが欲しいだけで強奪してたんだけども、最近ではその強奪することを自分の天職、まあ、生まれ持った職業だと言ってるみたいですね。で、その理由として、実はね、ダイヤモンドっていうのはその地面とかの圧力、炭素がね、地面のものすごい圧力によって押しつぶされてできるみたいなね、そういう物質なので、ダイヤモンドが重圧によって生まれるものだから、私自身も強盗というね、重圧にプレッシャーを浴びたいみたいなことを言ってますね。まあ彼女はちょっとした変態みたいです。お次は12番目の NPC はカウンテス・ダラク。ダラクはここですね、エクリプスのすぐ横、元ね、シタデルのちっちゃな砦のところにいるみたいです。ちょっとこのダラクもね、スナップショットクエストでちょっと最初の会話聞けない状態なので、サブアカに移動します。はい、サブアカで撮った映像です。サインが欲しいの、自分から言うのか、結構大スターっぽい感じだな、このカウンテス・ダラク。まあでもなんかスターっぽい服装はしてます。はい、戻ってきました。では通常会話、パパラッチを見つけたら教えてね、いつでも大歓迎よ。え、大歓迎なんだ。パパラッチっていうのは芸能人とかを追っかけてるカメラマンとか、なんか週刊誌の記者みたいな人たちですね。大体芸能人とかはパパラッチ嫌うんだけど、パパラッチ大歓迎なんだ。めちゃくちゃ目立ちたがり屋みたい。靴が尖ってるもん。あ、この靴履くやつは目立ちたがり屋だ。なんか服装もなんか昭和の芸能人みたいな、昭和のスターみたいな洋服を着ておりますが、さあ NPC の説明見てみましょう。カウンテス・ダラク、名声への上を受け入れよう。あ、名声への上だから、もう名声が欲しくて欲しくてたまらないみたいですね。もう有名になりたくてたまらないみたいです。国際的なロックスターカウンテス・ダラクには大きな秘密がある。なんだ、彼女は獲物をもてあそぶのが大好きな、抜け目のない古代の吸血鬼なのだ。お前吸血鬼だったのかそして彼女の次の標的は自身の熱狂的ファンの集団、ハイステークスクラブだ。え、このカウンテス・ダラクがロックスターで、そのファンの中にハイステークスクラブがいるんだけど、ハイステークスクラブは吸血鬼狩り、この3人のメンバー、この3人のハイステークスクラブは吸血狩りのメンバーなんで、その吸血鬼狩りのハイステークスクラブを倒そうっていうか、もう血を吸ってやろうとしてるんだ。あ、面白い裏ストーリー。カウンテス・ダラクはこれあのカドソーン側の人物っぽいですね。まあだからエクリプスエステート、このカドソーンのいる場所のすぐ横にいるんでしょうね。お前吸血鬼だったのか。確かに尖ってる爪とかを見ると吸血っぽい感じがしますね。なるほど、まあ吸血鬼はちょっと近寄らないようにしないとな。そしたらね、ここまでがストーリー系の NPC だったんですけど、残り4人はね、あの雇える系の NPC となっているみたいです。ではまず雇える NPC1 人目がここ、探検家のキャンプのこっちの倉庫の方ですね。こっちの倉庫地帯にサメ人間がいます。なんかね、このジャングル地帯なんかめっちゃ暗くなったんすよね。何なんだろうねこれ、めっちゃ暗くなった気がする、シーズン4に入って。では最初の会話、海が最強のハンターを求めている、だが待たせておいても構わんだろう。待たせておいていいんだ。なんだ、海が最強のハンターを求めてる、なんか海関係のストーリーが始まるんかな。でもまあ雇える NPC はね、あんまり会話関係ないからね。ハンター兼スカウトである俺のサービスを提供してやってもいいぞ。俺が怖くないのならだが。ハンターでありスカウトなんだ。スカウト、あー確かにスカウト、望遠鏡マークがついてますね。ちょっかいを出すと漏れなくサメがついてくる、怖いな。この辺で雇える NPC はサクッと紹介していきます。14番目の NPC はロイヤルボンバー、ここですね、ブルータルバスティオンの中にいます。ブルータルバスティオンの一番右上のこの2階部分ですね、ここにいるみたいです。さ、ロイヤルボンバーさんに話しかけると、俺を信じた方がいいぞ、俺が同行して補給しないと困るのは君の方だ。あ、補給系の NPC みたいですね。俺を雇ったら弾薬を補充してやるぞ、勝利は俺たちのものだ、ということで、はい、ロイヤルボンバーさんは補給スペシャリストになっております。さあ15番目の NPC は僕が大好きなスキン、ビーストモードですね。ビーストモードはここです。ブレイクウォーターベイのこのなんかタワー、ちょっとしたタワーみたいなところにいます。へい、ビーストモードさん、いや、私は爆発物とスペシャリストとして雇用可能だ。いや、お客さん、爆発物のスペシャリストが必要かな。私は爆発物を扱えるようプログラムされてんだ。あ、お前ロボットなんだ、完全な。中に人間が入ってるんじゃなくて、完全なロボットだったんだね、プログラムされてるっていうこと。あ、確かになんか頭になんかリモコンで操作されてるみたいなアンテナがついてるんで、これアンテナで操作できるんだね。ビーストモードはね、一つスキン買うだけで4つのね、面白いスタイルを手に入れることができるんで、個人的に大好きな、めちゃめちゃ可愛いスキンとなっております。では最後の NPC、 結構ね珍しくて、この NPC ね、水の中にいるんですよ。水の中にいる NPC って今回初めてじゃないかな。もちろんたまにね、水に入る NPC はいたんですけど、あ、今は泳いでないか。
ほら、この前見た時泳いでたけどな。もしかしたら、もしかしたらこの前がたまたまだったみたいですね。別に泳いでないです。すいません、皆さん。はい、や、手当てしてくれる人が必要かな、まあ、回復系のスペシャリストみたいですね。私を雇えば一緒について行って、あなたの健康を保ってあげられるわよ、ということで、サンストライダー、太陽の下でエンジョイしよう。医療スペシャリストとなっております。多分ね、今後もアップデートごとに、ストーリー系が一人、野党系が一人ずつぐらい、だいたい二人ずつぐらいね、ちょこちょこ追加されると思いますので、そっちのね、追加された分は、マップ変化動画、各アップデートごとのマップ変化動画で紹介すると思いますので、よろしくお願いします。皆さん、シーズン4のね、マップ変化動画をもう出してますので、よかったら見てくださいね。結構ね、面白いマップ変化ありましたので、よかったら見てください。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。どう？ここ通れるんだ。